これな、違った、キノコだった。なんか銀色の、あれ取ってないじゃん。さあ、壮大に見落としますよ。うまく呼べないよね。ああ、そこどうやって行く？届くんけ、これジャンプは。届くんけ、これ。届くんけー。はっはっ。ああ。聖保所来い。霊下のトーチ。これなんかあれ。あれ？ここってマップないんだっけ？ないのか。これってさ、なんかその見えないやつが見えるみたいなやつ？もしかして。違った、霊気でした。仲間の骨を燃やし、冷たい霊火を手に入れた。なんていうかわかんないですけど。それそれそれな。こいつを。これあれだよね、確かあれ作るのに必要じゃなかったですか。あれ銀雫の殻、今取ったやつそれですよね。まあでもあれか、アルテリアが16だからもうそれ以上あってもって感じか。まあ他にも使う素材だと思うけども、ここでたくさん取れるんだよね、これね。確かにこれマラソンは別にそんな。え、俺こっち行ってなくない？あ、行けるか。いやーもうちょっとここもそうだしさー。いやーもうちょっといろいろもう一回巡った方がいいよなー。怖いのはさ、もう一回巡ったところでさらに再度見落としてて、後でそれね、そこに実はあったみたいなことが気がつき、こう2回も見たのに発見できなかったことに、ま、あのダブルでへこむみたいな。ありうる。なんかさ、この手の宝箱でさ、なんか開くやつがあって、それを俺見落としてる可能性をがあると非常に思ってるんですけど、あれこれ、これ落ちていいんでしたっけ。うん、まあ1個は回収した。この先はすごい斜めってんな、あれ。逆にすごくないか、あのよくあれで崩壊しないな。何かの魔力が働いてんのか。ああ、お前それ持ってる、それを俺拾ったのか。ああ、もうここか。そっか、そんなに。まあ、あそこも行けたからよかったよね。ちょっともう、これぐらいにしよっか。俺違う、ここ目指してたんじゃないっけ、さっき。これ何でしたっけ、これ。これは、ここから行けばいいか。これどうせうろつくんだったら夜うろついた方がいいのかね。どうなんだろう。これ何でもないボロ屋なのかな。なんか来たことあるような。いやだ、いやだ。
いやだ、俺は信じないぞ。マジか。一瞬目だからセーフ。サイアン、こう全く来てないってことかい、ここは。あれなんだろうって見つけたんだけど、その手前で死んだとかかな。なんか自分に都合の良いその見落としの理由をこのね探しちゃうっていう、この悲しいおっさんの差がみたいな。おっさん関係ないか。あ、違うか。それはこれを指してんだよな。おくまちゃん、何も出さんのがいい。おきくまちゃんもいる。おはようございます。マジかよ。ちょっとその絵画落ち着いてみたいんだが。絵描きのボロ屋。いやー、他にもあるんじゃねえか。怖えなー。いや、絶対あるよ。この辺は一回なんか再探索した上で見落としてんのかな。なんかこの沼もなんかちゃんと回ってるようで回ってない気がするな。なんかもう こういうこの、なんていうの、この空白地帯。なんかあるんじゃねえかと思っちゃう。ほら、こことかもガバー開いてるけど。なんかあるんちゃうの、ここは。大丈夫？怖えわ。いや、こことかさ。なんかここは見たけどな。なんか、ガバー。大丈夫？すべてが不審。まあいいわ。ちょっと、マレニアと向き合う時間がな、どんどんなくなっていく。なんだっけ、あれ、鍵だっけ。これなんかもう、一番最初に取るべき絵画だったってこと？これ、もしかして。なあ。これどこ？お墓。抜けにあるの？なんだあれ。橋の向こうにあるの？なんだ？橋っていうか。どこだこれ。あれか？じゃああれだとでかすぎんのか？いや、そんなことないか。これが見えてるってこと？当たらなかった。お墓。違うな、崩れすぎてるもんな。もっとこの辺からってことかな。反対。いや違うか、墓があるから。でも向こうに崖と木が見えてる。それでやっぱ位置関係おかしいもんな。この辺ではないのか。抜けに木が見える。あ、もう逆。あっち側にも墓場あるのか。ちゃうな。このラインじゃないのかな。もうなんか絵的に嵐がひどすぎてあれだもんね。だこっちなんかな。これ低すぎるから。なんかこの辺に墓場ねえか。抜けに木が入るとなると
やっぱあの辺から見なきゃダメだよな。でもそのあっち行くともう嵐がひどすぎて高さも足りひんのよな。橋の上からか。いやでもあそこダメだよね、ワープで行くから。あれこれ意外と難しいな。これだと抜けに木が入らないんだよな。あれどの木が見えてる、これが見えてんのだとしたらやっぱこの辺なんだよな。でも嵐がひどいんだよ。この上とかからってこと？でもそれだとお墓が入らないんじゃないかな。全然見えねえ。ダメか。この辺からこ、いや、この、木が、木を入れる。この木が入るってこと？ああ。墓がない。いや、違うよな。これもっとあれか、スタート地点の。この辺ってことか。全然ちゃうか。あの大橋。全然ちゃうな。ああ、でもこっから、いや、木が入んねえんだよ。え？あ、違う。わあ。いや、それじゃねえのか？違うな。違うな。あれなんだこの橋。どの橋見てる？これじゃないっしょ、だって。あ、やっぱり全然わかんない。なんだろう、あの橋。これか？これ見てんのか、これ。違うなぁ。この辺かしたら。ここに来たら見れねえじゃんな。あと、橋っつったら。これはだって抜けに木入らないし。お墓もないし。これか？橋の形状である程度判断できるから。ちょっとなんかこの辺。あー！ちょっと違うけど、今、この形状よな。この形状だよ。で？ん？ちょ、で、違う、この橋みたいな。全然ちゃうわ。でも今見えてるのこれ。この形状、その木入れるのか。あ墓ある、この部屋。お墓。いっぱいあるな。この同じ形状。これだわ。これであることは間違いない。墓あった！いた！おったー。ああ、ここだわ。祈祷スカラベ。ああ、それか。
シリーズ第3弾。FP が少なくなるんだ。これだけなんか説明が長いな。へえ。気持ち悪い。でかすぎるっちゅうね。なるほどね。まあ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 、見落とし回収。じゃああと絵画。うるせえな。これ撮ったよね。これも撮ったよね。これ一番最初に撮ったやつだもんね。うん、これも撮った。これなぁ。これだけだなぁと思う。これも撮ったもんね。まあそもそも今みたいにこの絵画自体の見落としも、めちゃくちゃあり得るけど。まあ、はい。ってことで、ちょっと、ああ、もう、な、もう1時間40分やってるわけよ。もう鈴玉って本当にもうないのかな。じゃあまあ一通り見たけど、はい、やるか。まあちょっとでももうお昼なんで、ちょっと何回か戦ったら、はい、何度も挑むしかねえ。いやー食らうな。前転かな。とにかく好転したら絶対一発もらうんだよな、あれな。でもあれしょっちゅうやってくるやんけ、あれ。うまくかわせないと。ナイス。また来た。ああ、いた。ぶな。もうティッシュ死ぬやん。ナイス。無理や。なんかダメだな。第二形態の回し蹴りが、回し蹴り率高ない？第二形態あれスパマじゃん。あれやばいな。地味になんか予備動作あんのかな。全然ただ警戒だけしてて。よし早い。
いいぞ。えい。ナイス。なんや。ナイス。ナイス、ナイス。ナイス。フルマックスにしろ。ティッシュ死ぬな。いった。早く起きろ。ティッシュ何やってる？いかん。いい。なんかダメージがさ。